すごい嫁入り屋敷の2階ですね。こちらのところで4月の3日まで展示しておりますひな祭りのひな壇、これは阿賀町に今使ってないひな壇を集められて展示をしてるってことですね。そうですね。あ、キャッコえ、これって阿賀町の使わなくなったひな壇を集めてこちらにまとめて展示をされてるってことですね、ミスターKさん。あ、こんにちは。あ、こんにちは。例えばの阿賀町とかね、この近辺の方から今使ってないひな壇をお借りしまして展示させてもらってます。一つ一つを見てもすごい豪華ですよこれ。そうですね。それぞれの家で娘が育って各家庭の願いがねそれぞれにこう詰まったひな壇ですね。たっぷり詰まった。はい。なんかいつもミスター K というと、はい、なんか食べるものとか、はい、食べるものとか食べるものっていうイメージがすごい強いんですけれども、だいたいやって気づいたら食べるものですね。あ、はい、どうしたんでしょうね。何が、はい、でこれ4月の3日までやられるって感じですね。はい。で、狐の嫁入り屋敷の営業時間中だったら、まあ、ご自由に見学できると、はい、そういうことですね。はい。これちょっと本当に圧倒的な感じなんで一回訪れてみる価値はあると思います。こちらのお面は何でしょうか。はい、こちらの狐のお面の、ね、絵付け体験をやっておりますので、はいはいはい、ご予約いただければなおいいんですけど、これは先に予約が必要。あ、当日でも大丈夫です。あ、当日の大丈夫ですか。大丈夫ですけど、はい、できたらご予約いただければ。あ、はい、はい、親子で体験するのもすごい面白そうな、はい、あれになってますね。ぜひですね、この阿賀町の狐のね嫁入り屋敷、阿賀町の津川商店街さん、またね近隣のですねお店の方でね展示してますので、ぜひ阿賀ひな巡りお越しください。お待ちしております。何後ろから撮ってるあれここにハゲが一人どうな何がどうなってハゲちゃった。